んの応募があった一次審査をくぐり抜けた皆様7名がこちらのステージにご登場いただきましたよ。さあ改めまして、こちらが今回アリオ札幌最終公開オーディションに進まれたファイナリスト7名の皆さんです。やりたいことをやる人生こそが成功した人生。私はアニメ声優になりたいです。とても綺麗で、なんかすごく聞きやすい声だなと思って聞かせていただきましたし、あと自己 PR でもその自分のやりたいこととかがまっすぐ見えてるんだなっていうのを感じました。いつか声優さんのようにアニメの声を担当して人の心の支えになりたいと思っていました。この仕事に挑戦することが私にとって最高に生きる意味になると感じています。私がもし声優さんになれたらきっと一番幸せだって思ったので目指すことにしました。私にとってアリオ札幌はすっごく人生を語る上でかけがえのない大切な場所です。大好きです。情景が効いてて浮かびましたし、なんかちゃんと感情を込めてセリフが読めてたのかなと思いました。非常に良かったと思います。私の声を通してどのように相手に伝えればいいのか、それを試行錯誤している時間が生きていて一番楽しい時間です。最後の一人ということでかなり緊張しています。皆さんの緊張が伝わって、去年のオーディションを思い出してドキドキしました。発表させていただきます。ドリーム声優オーディション2021アリオ札幌グランプリはエントリーナンバー4番西村さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。アミさん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。誠におめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。皆さんから優しい言葉をいただけて、このような賞をいただけて、今本当に嬉しさでいっぱいです。本日は本当にありがとうございました。本当におめでとうございます。